私はいじめられてもいないし、そもそも黒幕とか言われても。証拠もある。真鍋自身が吐いた。私だってバカじゃない。あんたは私の裏に誰かいると思ってる。なるほど。俺はお前の過去を暴露できないと。俺を甘く見るなよ。ねえ、聞いてんの？ほどいてよ。トラウマってやつは言葉よりも体験によってより強く目覚める。いい顔だ、軽井沢。やめて。そんな人いない。いない。なあ、なるほど。軽井沢系を壊す。